どうも、たらぎです。今日も相場分析の方をやっていきたいと思います。今日は、ビットコイン、リップル、イーサリアム、モナコイン、IOST、NEM の方を、見ていきたいと思います。ビットバンクの、取引所で、今一番上げてきてるのが、イーサリアムじゃない、クオンタムですね。クオンタムで、リップルとイーサリアムが、同じぐらい上げてきているといった、状況で、ビットコイン、それぞれね、すべて上げては来てるんですけど、そういった形になっております。で、今完全にね、もう上昇、トレンドにどの通貨も入っていて、今後どうなっていくのかっていうところ、局面に来てるんですけど、まずはビットコインから見ていきたいと思います。で、ビットコインは、ここがね、最高値ですね。最高値のところなんですけど、今、ちょっと押し目をつけてきていると。今ね、1時間前にまたもう1段階上がろうとね、してきております。で、ここがね、RSI 的に言うと、少しここ飛び抜けてから今一旦の締めを作ってきているので、上手にね、いけばここを抜けていくんじゃないかなと思います。で、一旦ね、ちょっとここの1000タッチぐらいまで一回試すけども、弾かれて、おそらくここかなりの指値入ってると思いますので、一旦下落して、また横横して、この三角持ち合いの中を、上抜けるのかどうかっていうところになってくると思います。で、ここの最高値をこう上抜けてくると、このね、平行チャンネルがありますので、この平行チャンネルの、上タッチぐらいで、までは利益をも、えー、持っていけるんじゃないかなっていうふうに狙っていけるんじゃないかって思っております。はい。下抜けてきてもね、ここ下抜けてきたとしても、この、上昇トレンドがありますので、ここでタッチされるだろうなっていうふうに、戦略的には考えれますので、今は、上を目指して、最高値を、更新するのを、待っとくといった状況だと思います。もうまさにもう、近親のね、4月入りました、4月に入りますので、もう、4月に入った時に備えて、一旦、準備段階かなっていうふうに、ぶち上げる準備段階かなっていうふうに感じ取られますね。はい。で、アルン的にはもう完全に上昇トレンドのシグナルが出てきていて、もう、いろんな要素を加味してみても、一旦は上を目指していくと、まだまだ上を目指していくという感じで、もちろん一気にではなくて、押し目をこうやって作りながら、上を目指すという相場だと思います。買いたい人はもう今買うべきだと思いますし、今ちょうどね、押し目を作っておりますので、そこで買っていくというふうにした方がいいと思いますし、一旦下げるのであれば、このラインですね。ここのラインっていうのは意識されると思いますので、645万とか、その辺まで、待ってから、買うっていう風な形を取っていけばいいと思います。ここはね、ダブルトップ作った時に、つけた最高値のところっていうところが意識されると思います。はい。そんな感じですかね。結構長いね、長い期間、押し目を作ってきてましたので、こんだけ。ここからここまでですよね。ちょっと待ってよ。ここからここまで、押し目作ってきて、結構ね、上昇波の、調整波動の A、B、C っていうふうに作ってきておりましたので、ここから上昇トレンドに入っていくのかなっていう感じです。で、この上昇トレンドをここのね、最安値を割ってくると、調整波動の ABC から上昇トレンドではなくて、そこから下降トレンドに転換していくんだろうなっていう感じです。こうやってね。こうやって。そうなってくるとかなり悲観が走りますので、その場合はもうこの、460万円台っていうところも見ていかなくちゃいけなくなるというふうな形になると思います。はい。そういった形です。続きまして、XRP です。で、XRP も、
まあ、強い上昇を見せてきてるんですよね。っていうか、まあ、中期のこの上昇トレンドがありまして、一回ね、ここで大暴落ありましたけど、ちょっと見にくいですね。ここでね、相当な大暴落ありはしたんですけど、こんだけ長いね、下髭を作って、今、上昇してきているといった状況になっております。まあ、結構ね、リップルによくある、まあ、結構ね、上げたらポンと落ちるみたいな、まあ、ここですよね。一気に売りが入ってポンと落ちるみたいな、いう形だと思います。と言っても、まだ 61.9 円だから、62円ぐらいを推移していますし、まあ、陽線今3つ出てきておりますので、まだ上を目指していける、全然いけると思いますし、まあ、ここからね、なんかね、ちょっとね、マウスがちょっと、マウスを買いに行かなあかんね。まあ、なだらかな、ちょっと斜めのね、こういった線っていうところは意識されていると思いますので、まあ、ここをね、上抜けしたら、まあ、いよいよ本格的な上昇が来るんじゃないかなというふうに思っております。はい。まあ、なだらかですけど、まあ、ここは結構効いておりますし、ここもね、何回も試しているところなんで、まあ、もう一回ぐらいね、こうやって試して落ちてくる、なるかもしれませんけど、ここ上抜けた時に強い上昇が来るんじゃないかなというところです。で、アルン的に見ると、これね、一旦上昇トレンドになるよって上に来てて、で、この下降、ダウンアルンの方がね、下向きになってきてて、ここ X になる予定だったんですけど、これはね、買い圧がちょっと鈍ったんですよね。買い圧がちょっと鈍って、売られがちょっと入ったもんだから、お互いね、お互いこう下がってきてるという状況です。ただ、こっからさらにダウンあるの方が下に向いて、上昇あるの方がこう上に向きになると、まあ、上昇トレンドに転換していくのかなという感じがしますので、まあ、陽線3つ出てきて、今ね、ちょっと陰線になってますので、これが、まあ、陽線に変わってくると、まあ、ここも逆転してくるんじゃないかなというふうに見ております。RSI 的にも全然上を目指せるので、まあ、他の相場もね、相関してくると思いますので、まあ、そういった面で考えると、まだ上を目指していくと。最高値は目指していけるかなっていうところです。はい。次まして、イーサリアムです。イーサリアムはもう全てはここからの始まりなんですけど、どこでしたっけ？あ、ここですかね。このね、ビタクソ、ここのビタンコラインですね。ここのビタンコラインを抜けてきたっていうことで、やっぱり強い上昇が来ておりますよね。まあ、ここを抜けてきたので、まあ、こんだけのね、強い上昇があったわけですよ。こんだけの。で、まあ、ちゃんと押し目を作りながら、上に、こうやってね、上がってきておりますので、まあまあまあ、最高値までもうちょっとですよね。ここですので、最高値。まあ、イーサリアムに関しても、最高値を目指して、一旦は押し目を作るんじゃないかなと思っております。結構長かったんでね、最高値を作ってから期間が長いので、やっぱその辺に差し値を入れている人たちっていうのが結構増えてると思いますので、まあ、一気に抜けるのは至難の業かなというふうに思っております。なので、まあ、一旦試して落とされて、まあ、押し目を作って、まあ、抜けていくと。一旦差し値勢をリセットしてから、まあ、上にを目指すんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、そこは見とってもらえれば、ちょっと注視しとった方がいいかと思います。はい。で、まあ、アルン的にはですね、アルン的には今からちょっと、下降トレンドに転換する、シグナルがまさに今ちょっと出ようかっていう、この交わる寸前のところまで来てるんですよね、ここね。なので、これが、まあ、このまま、オレンジの方が下に行って、青の方が上に行くと、まあ、今の状態で言うと、一旦ここで押し目を作る可能性も出てくると。そして、また後で、ポーンと行くっていう形ですよね。で、まあ、
仮におしめ作ってきたとしても、まあ相当なことがない限りこの線ですよね、この線は割ってこないと思うんですよね、うん、なのでまあ、どういったことかっていうと、まあここで損切りとかね、そういったものを、考えやすいと、戦略を組みやすいということですよね、こんだけね分かった線があるってことは、まあここをまあ抜けたらまあ損切りするみたいな、そして今、段階的にここに線タッチで入れるとか、今も入れるとかね、あとは最高値更新してから入れるとか、そういった風なまあ段階的に、投資をしていくっていう戦略ができ、しやすいのかなっていう感じです。はい。まあそういう感じですかね。まあとにかく、とにもかくにも、まあ最高値をね、目指していくっていうところを、まあ、もういよいよね、今までもう1ヶ月前ぐらいからいろんな壁がありますよと、ここにもラインがありますよ、ここにもラインがありますよって言ってずっと言ってきたわけですよ。まあ、そこを一個一個クリアしていって、今やっと最高値を目指していける、挑戦権が与えられてますよっていうところですね。はい。そういった感じです。次はしてモナコインです。モナコインは、値動きとしては、まあ上昇、パーセンテージ的にはね、十何パー上げてきてはいるんですけど、まあ、この依然としてこの三角持ち合いの中を推移していて、これがね、先端部分っていうのが4月1日なんで、まあ、横横してながら、まあ、どっちかに抜けるかっていう感じになる可能性っていうのは十分あるのかなと思います。で、結構ね、強い 10% ぐらいの、反発をここからしてきてたんですけど、今、まあ、今の時間的に言うと半分ちょい下げてきておりますので、まあ、やっぱりここをね、うようよしながら、最終的に上に行くのか下に行くのかっていう感じだと思いますね。で、上に行った場合はもうここ最高値っていうか直近の最高値は目指していくと、いうことになると思いますし、損切りラインっていうものは、197円とかこの辺ぐらいを、目安にすればいいかと思います。まあ、その前にね、ここら辺で買い支えられるとは思うんですけど、はいはいはい。なので、まあ、これもね、勝負もうちょっと。結構草コイン、人気がないコインですので、まあ、ビットコインとか、そういった、主要通貨が上げた後に、時間差で上げてくるということはよくありますので、まあ、そこをね、見とけばいいと思います。まあ、そこを考えられるのであれば、まあ、前もってね、買いを入れとくとか、そういった戦略ができると思いますので、まあ、買うのであれば今かなという感じです。はい。まあ、ただモナコインに関しては全力で買う通貨ではないと思っておりますので、そこはまあ皆さんの資産に合わせてやればいいかと思っております。はい。続きまして IOST です。はい。 IOST なんですけど、 IOST がね、まあ、一旦のね強い、調整がね入ったんですよね。まあ、こうやってね短期で見るとこういう、上昇トレンドがあって、まあ、中期で見るとまだ全然ここから引けるのもあるんですけど、まあ、これがね、どういう風な形になってくるのかっていう形なんですけど、まあ、ここからね、引く、ここですね。まあ、この間の、上昇波で作ったこの最高値っていうところが引かれるようになるんじゃないかなというふうに思っております。そしてさらに、こっちの、上昇トレンドっていうものと、まあ、三角持ち合いみたいな形になっていくということなんで、まあ、モナコインと一緒で、まあ、もうちょっとね、まあ、今日明日ぐらいまでに、決着がつくのかなという相場ですね。で、ここを抜けてくるとですね、まあ、この辺でね、あんまり邪魔者がいないんですね。壁がないんですよ。なので、ここを抜けてくれば、まあ結構大きな上昇があるんじゃないかなと思います。まあちょっとの押し目は作りながらでも、まあ、全然上げていくんじゃないかなっていうふうに思っております。はい。逆に下がってくると、まあこの辺とかね、この辺、まあもちろんこの辺とか、そういったところが、まあ押し目になりやすいのかなっていうところです。そこで買っていくと。そして依然としてこの下降トレンドが効いてくると。で、この中でうようよするみたいなことになってくると思いますので、まあ、仕込むのであれば今、まさに今、そして落ちてくるなら押し目を作った場所、上がってくるのであれば上がって、しっかり陽線で、実体線で上がった場所っていうところを、
まあ、スケビ買いするみたいな形で買うのは全然ありかと思っております。はい。まあ来そうですよね、もうね。まあこんだけ上げてきましたので、相当もう上げてるんですよね、そもそも。昨日こんだけ上げてきてますので、まあ、これで見たらね、あんまり上げてないように見えるかもしれないですけど、これ、まあ、価格帯で言ったらね、まあまあ上げてるんですよね。この5円付近から、7円ぐらいまで、7円幅ぐらい上げてきてるんですよ。なので、まあ、かなりの上昇波ですよね。あ、7円幅じゃない、すいません。2. 何円幅ですね。はい。ぐらい上げてきておりますので、まあ、この価格帯で2円幅っていうのは相当な、上昇ですので、まあ、そう考えると、全然ね、今から上がっていく見込みっていうのはあるのかなっていうふうに思っております。ただ、まあ、どっちの方、可能性というものもありますので、今、ここで説明した通りの戦略で、やっていけばいいと思います。はい。続きまして、ネムです。はい、ネムがですね、結構失速しておりますよね。こんだけバーンって上がってきたんですけど、このね、上昇トレンドを、まあ、一旦割ってきたんですよね。で、まあそこからまあ買いは入って、まあまたね、この線のギリギリですよね。まあちょっと下抜けてもいるんですよね、見方によっては。見方によっては下抜けてますし、まあ、ここで今攻防がね、まさにね、どっちに行くかってなってるんですけど、まあ、僕がね、いつも言う通り、一旦下に落ちたものは、悲観が走って、後々、直近でまた落ちてくるって僕は、結構そういうパターン見てきておりますので、まあ、そうなる可能性あるのかなっても見ております。はい。で、まあ、上目指すのであれば、こっち上がってくるのであれば、もちろんこの辺をぶち破らないといけないと。ただまあこの直近のこの最高値ね、もともと下落する前のところは更新してくると思うんですけど、まあ、このチャート形状の、トレンドを見てると、まあ一旦下掘る可能性が高いのかなっていうふうに見ております。で、下掘るのであれば、やっぱこの辺っていうのは注視されるのかなと思います。ここでね、レジスタンスされたラインっていうところは結構、まあ意識されてくるのかなっていうふうに思っておりますので、そこで買い増したい人は入れる、反発したタイミングで入れる、まあ、さらに抜けて下に抜けてくるのであれば、今度はここで押し目作っておりますので、ここで、また買いを入れるっていう風に、まあ、どこで入れるかっていうのはちゃんとタイミングっていうか、まあ、しっかり抜けたか反発したかっていうところをちゃんとしっかりと見た上で判断した方がいいと思います。はい。まあ、これね、まあ、見た感じで言うと、まあ、もう一旦ここでね、このダブルトップのネックラインをここ割ってきましたので、まあ、そこで押し目、まあ、下げ止まったのかなって、ここでいうふうに見ることもできるんですけど、あ、ほら、今もう落ちてきましたね、これね、ほら、ここね、さっきまでここだったのが、もう一気にポーンと落ちてきました。だからやっぱりこの上昇トレンドが効いてるんですよね。この上昇トレンド結構まあ長いので、ここから続く上昇トレンドですので、まあ、こんだけね、まあまあの、上昇を見せてきていたこの上昇トレンドを割ってきてしまったということで、悲観が走って、今、売られていっております。まあまあの下落が来ております。まあ、こうして見てもらえば分かりますね。さっきこの辺でしたよね。はい。まあ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 。まあ、この下落が加速するのであれば、やっぱここですよね。ここを割ってきたときに、まあ、加速してくると思います。まあ、そうなってきたら、やっぱりもうちょっと下のこの辺ぐらいまで落ちてきてもいいかなというふうになりますので、まあ、ここでどうにかね、買い支えられてこう行く可能性もあるんですよね。それはまあクジラさんとかね、なんかそういった意図で上がってくる可能性もあるんですけど、まあ、チャート的に見たら一旦これは下げの、相場になるんかなっていうふうに見ております。あとはどこで買いを入れるか、まあ、下げてきて悲しいではなくて、下げてきた時にはまあチャンスだと思って、見とけばいいと思います。どこの線が硬いのかっていうことですよね。僕が思うのはやっぱりここはこの辺めちゃめちゃね、この辺とこの辺で結構直近効いてますので、ここを下げてくると相当、下げ目線になってくるかなと思いますし、
逆に言えばここで買うのがチャンスだっていう見方もあるんですよね。なので、まあ買っていきたい人はそこまで落ちるのを待っててもいいかなと思います。今はまたさらにね、こうやって下がってきております。どんどん今悲観が足で下がっております。今ちょうどそのね現場に立ち会うことができましたよね。はい、上昇トレンドがあってそこを割ったタイミングで、こんだけの下げを見せてきていると。なのでやっぱそういうラインをね、ライン考察ってするのは、結構大事なことなんですよね。今どんどん今売られてます。今下がってきてますよね、ほらどんどん下がってきますよ。そしてこの線を、直近のこの最安値のここをまあちょっと割ってか、反発することはあるんですけど、しっかり割ってきた段階でまたさらに売られるそのあれが加速すると思います。ほら今どんどん下がってきてるね。まあ買い時ですよ。ここ下げ止まったところが買い時になると思います。はい、ただここを下げてくるともう一段階下に行くと、でここを下げてくると買い時どころか、まあ結構な下落を見せるので一時買えないという段階に入りますので、まあ、そこは皆さんね注視してみとけばいいと思います。まあ、結構いろんな通貨が上げてる中でネムだけはちょっと、まあ下げ目線かなというふうになっております。これからね反発されて上がってくるっていう形はあるかもしれませんね。はい、ということで今日の動画が良かったと思う人はチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。僕が使ってるね、取引所がビットバンクです。ビットバンクっていうのは、が一番いいと思っております。なぜかというと指値取引、予約みたいな予約取引ができますし、何より手数料が安いっていうところがありますので、日本人が使う取引所の中ではかなり、クオリティが高い取引所になっていると思いますので、ぜひ、登録してください。概要欄に載せておきます。それではまた。